はい、どうも、中村です。今回ね、アーケード講座第4回ね、続けた場合もめっちゃ汗かいてますけど、ね、エアコン全開なのにね、もうまだ夏もまだ本格的に始まってないという。はい、今回、はい、もう一つ、前回パロディウスだったんですけど、今回は、ナオミ、まあ、ドリキャスの互換機みたいな、元のやつですね。はい、ナオミ、まあ、マブカプとか、イカルガとか有名なゲームはいっぱいありますけど、はい、ナオミです。で、まあ、これ結構ニオジオとかと一緒で、カセット式なんですね、こう、マブカプ。で、今回質問があったのは、たまたま、なんかのセールの時に買った、メルキングラップを持っていました。しかも全然開封すらしてねえっていう。はい、これメルティーブラッドですね。まあ、これ刺すだけで3箇所なんで、まあ刺し違いようないんで、逆には刺さらないなって。はい。これで、バチコン。レグエって書いてますね。はい。これで、まあ基本、はい、ナオミのセットアップは完了。と言いたいところなんですが、これ JVS という、新しい企画も、もうすごい古いんですけど、時代的には。要するに次世代機みたいな感じですね。ファミコンとかメガドラか PC とかより1個上、プレステとか、次世代機ってプレステとかスタンか、その次の次世代機か、プレステ3とか、ね、Xbox とか、まあ、あの世代ですね。まあ、ドリキャスとか。まあ、あそこら辺の世代で、ちょっともう映像が新しくなっています。で、まあ、見てください、この、でん。出てると。はい。もう、あれですよね。前回の、6畳パロディウスなんですけど、もう、邪魔コネクタがもうないんです。ほら。はい。邪魔コネクタがない。で、さあどうするかって話ですよね。で、本当は、もう、ナオミ自体は、その、ネットシティっていう、ね。そのアストロブラストの次、ネットシティ、どれぐらい、ガンダムで言えばどれぐらいなんだろうね。ブラストシティがザク3なら、まあ、ネットシティはギラ動画ぐらい。まあ、ガンダムわかんない人にわかんないと思う。まあ、それちょっと全然もう、世代が違うと。で、端子も、まあ、ああいう、こう、ジャマコネストを刺すとこ、ありゃします。はい。これはどうしたもんかっていうと、で、みんなさすがに、その、ナオミが出た当時も、まだアストロシティとか ARC とかまだ現役な、今でも現役ですもんね、アストロとか。なんで、さすがにね、ナオミ買うたびに本体、新しいの用意しとられんわっていう感じで、どうにか誠意っていう感じで作られたのが、その、コンバーターという中間の間を取り持つものです。今回も、あれなんで手元にあった、カプコンさんの方でも作ったカプコンコンバーターという、はい。セガコンバーターとカプコンコンバーターというのがありまして、カプコンコンバーターっていうのは何がいいかっていうと、はい、この、おなじみの、CPS2 でおなじみの、そうです。キック配線が刺さって、ね、6ボタンにできるという。キックね、はい、こう、はい、なんで結構僕はこれを好きです。カプコンコンバーターはよく格ゲー派なんで愛用してます。でこれでもこれね、後ろコードこんでちょろんとしかないんですよね。はい。でどうすんだいっていう話なんですけど、ほい、すいません。セガの電源探したんですけど、30分ぐらい探したんですけど、ちょっと見つからなかったんで、カプコンのコンバーターでやります。で、カプコンのコンバーターの、とセガのコンバーターなんですけど、セガ IO と、こう電源を 3.3V 供給するやつがついた、黒くて四角いコンバーターがセガコンバーターと言います。ちょっと今回見つからなかったんで、画像で貼っとき、こんな感じって貼っときます。今回はカプコンコンバーターでとりあえずやりますね。で、この通り、何もありません。で、
それを邪魔に出力したいんですよね、この邪魔端子に。で、どうするかと言いますと、まず、ナオミの映像なんですが、こう VGA 端子。あの、ドリキャスでも VGA 端子ってあった、パソコンのモニターにつなげてめちゃめちゃ綺麗になるってやつですね。要するに、邪魔の RGB とは別の、このパソコンみたいな映像が出せるようになるんですよね、ナオミって。だから、専用のこの VGA ケーブルがいります。で、まあ、挿しましたね。で、これを、このコンバーターさんにも挿します。こう、デデドンと。挿しますね。はい。で、で、入力は、ちょっと、その IO、インプットアウトプットみたいな、新しい、これすげえ USB 端子っぽいんですけど、こっから入力をやり取りします。要するに、プレステとか 36Xbox とか USB のコントローラーになったと思ってください。要するに、プレステ2とかの独自のコネクタじゃなくて、もうパソコンみたいな USB のコネクタでやり取りしようっていうのは JVS になります。で、でも USB、コネクタはこう形とかすごい一緒なんですけど、USB ではないです。実際は。ちょっと配線中身違うんで、これをパソコンとかに繋ぐと大変なことになると思います。気をつけてください。で、まあ、ケーブル自体はUSB のを使っても大丈夫です。これパソコン版のやつです。はい。で、これで入力信号はここから出しますよ。これ本当はJVS 対応協定だと思う。もうほぼこれをね、VGA をモニターに繋いで、この USB っぽいのをそのジョイスティックとかにつなげばもうほぼほぼセットアップ完了します。が、その邪魔には刺さらないので変換するのはこのコンバーター君ですね。で、これで映像と入力はもう要するにここの邪魔に行くようになりました。はい。で、か。で、JVS は別途 3.3V という電力が必要になります。で、まあさっきの邪魔のやつを見てもらいたいんですけど、部品面か。はい。こう、5V、-5V、+12V しかない、3.3V はないんです、邪魔には。なんで、それを供給するため、はい、この中にその変換器が入ってて、5V とかをこう入れ、やり取りしながら 3.3V に変換して、ナオミさんに電源を送りますという。コネクタも 3.3V の電源、コネクタも独自のやつなんで、他のとこまあ刺さらないんで、こう、安心してください。もう、モニター見ながらでもできますね。はい。で、ナオミからの音声は LINE ですね。LINE。どうしよっかな。ケーブル。まあ、音声は、ここに、おなじみの LINE 入力です。ここから、JVS 対応筐体にはもう挿せばいいだけなんですし、ここからのコンポとかにも繋いでいいです。要するに、おなじみの音が出ます。で、白がこっち。赤がこっち。はい。で、音の方も、この変換器に、はい、色の通りに合わせてください。はい、これで変換完了です。これで、あとは邪魔にここに立せす、今日アストロシティの邪魔端子にさせば、こう、全部変換して、いい感じに表示してくれるようになります。で、一点気をつけてほしいのは、ここにディップスイッチがあります。ディップスイッチ。はい。で、ここに、僕はもういつも忘れるんで、こう。ディップ1をオン。はい。ディップ1をオンにしました。そうすると、15kHz。はい、15K ですね。15K は、要するに、
あのアストロシーとかのモニターの周波数です。で 31K っていうのがそのパソコンとかの画質ですね。で、あのブラストシティとかネットシティはもう 31K でナオミ本来の綺麗な画質で楽しめます。なんで、まあ、コンバーターを通せば変換は映像とかはいろいろ変換してくれるんですけど、ナオミ本来の綺麗さは出てこないです。あの要するにドリームキャストでビデオ端子でつないだ感じになっちゃうって感じですね。まあそれでも綺麗っちゃ綺麗なんですけど、まあアストロシティでやる分にはこのコンバータを使用してください。はい、というわけでセットアップできました。このコンバータをこのアストロの、ね、邪魔にさしてください。これでセットアップは完了です。はい、電源入れますね。はい、というわけでこうちゃんと電源とかコネクタが入っ、あら、エリッキーラーが出る。やっと起動しました。やっと起動した。これでなんとかできました。で、ナオミ2で起動したんですけど、この説明書を見るとここにブートロム、まったく、いい加減にしてくれ。バージョン H 以降じゃないとナオミでは遊べませんと。で、ナオミ2だとバージョン C じゃないと遊べませんとあってですね。はい、というわけでうちのナオミはあのブートはここにあの中身に書いてるんですけど、ここですね、僕のバージョン E なんですよね。だから ABCDEFGH 結構先のバージョンじゃないと遊べないってことです。でもう一個の予備のナオミを取り出したら、なんとバージョンは C なんで、うちのナオミだとちょっと遊べないです。で、仕方なくナオミ2をナオミ2引っ張り出して、はい、なんとか起動できましたけど、ナオミを買うとき、あの買うときに多分基板屋さんとかであのブートロムをバージョン H にしてくださいって言えばいいと思います。したらなんかそのここを書き換えてくれるんで、まあでも多分あのメルティーブラッドと、あのメルティーブラッドのソフトと、あ、ちょっと消しましょうか。なんであのメルティーブラッドとマザーですね、マザーをセットで買えば多分動くやつをつけてくれると思います。基板屋さんにあのメルティーブラッドで遊びたいんです、ナオミのメルティーブラッドで遊びたいんですけどっつったら、多分これがそういうここ書き換えたやつをセットしてくれると思います。で、あの自分ちゃんのアストロシティなんですけどつったら、多分こういうコンバーターも別途つけてくれます。まあ、ヤフオクで買ってもいいんですけど、ここバージョンが揃わなかったりとかいろいろあるんで、あとこう今回も結構マニュアルって重要で、これにその結構あのファミコンみたいにどれでも動くってわけじゃなくて、いろんなバージョンが違ってたり、配線がちょっと違うだけで起動しなくなったりとかあるんで、基本マニュアル付きのやつを、基板屋さんとかでコピー、マニュアルのコピー付きのやつを買った方がいいと思います。そんな感じで、はい。ナオミはちょっと、
アストロシティでやるには癖がありますが、遊べなくはないです。はい、こんな感じです。以上、第4回アーケードゲーム、おうちゲーセンかアイロンだっけ、まあいいや、はい、終わります。お疲れ様でした。疲れた。